皆さんこんにちは。ソロバンスキャンザンが子供の運動を鍛えるの著者の甲信吾です。そろそろ、ね、この本を出してちょうど1年ということで、1周年を迎えてしまったわけで、早いですね。早いって、もう僕しか早いなと思ってないと思うんですけど、それはさておきですね、今日は、カフェソロのすすめっていうね、僕は慶応義塾大学だったので、学問のすすめじゃないんですけど、なんとかのすすめっていうのをちょっと使うのが好きなんですよね。それは一旦置いててですね、なぜカフェソロのお話をするかっていうと、ある生徒がすごい頑張ってくれてて、やっぱりカフェでね、カフェとかレストランで、合間に練習をするんですよ。これはすごいなと思って、っていうのも、僕もね、実は暗算10段を目指してた時期に、カフェで結構練習してました。カフェで。これなんでわざとカフェでやるかっていうと、やっぱりその場をアピールしたいからなんですよね。簡単に言うとね、そろばん式暗算とかその場をアピールしたいから。でもその子はね、そろばんも弾くので、それはすごいなと思ったんですよ。僕はそろばんを弾くまでちょっと勇気はなかったんですけど、でもお母さんと一緒に楽しんでますみたいな感じで、ね、本当に LINE で、先生が今頑張ってやってますみたいな。そういうのを見ると、ちょっとこっちも本当に頑張んないとなっていうふうに思ってたりしてしまうんですけれども、この、やっぱりいろんなね、そろばんの、発信の仕方っていうのがあると思うんですけれども、僕はやっぱりこうやってでも、やっぱり楽しくね、カフェとかでも取り組んでる人たちが増えるっていうのは、すごくちょっとこれはありだなと。で、誰かやってもらいたいなみたいなね、その子とか僕以外で、結構みんなやってたとかっていう人が多いんですけど、なんか、カフェソロっていうなんかその、ハッシュタグじゃないですけど、カフェソロ部じゃないですけどね。そういうなんかインスタグラムとか、ツイッターとかね、得意な人はね、そういうのをつけて、やってみると、なんか意外と広がるんじゃないかな、みたいなね。今ほんとハッシュタグ一つでね、できてしまうのは、このカフェソロっていう言葉をちょっと流行らせたいな、みたいなね。で、もっと、昔に戻ってみると、実は僕のアバカススタジオって、一番最初カフェみたいにしてスタートしたかったんです。僕自身もコーヒー飲むのがすごい好きだっていうこともありますし、カフェでソロが、で、この間池田光玉先生っていう光玉式っていう魔法の鐘とか英語の先生なんですけど、でもそろばんの、英語読み上げ算っていうのを使いながら数字の発音とか覚えていって、そこから英語の、実力アップに身につける、つなげるみたいなのね。その先生筑波附属小学校で研究授業されたりとか、それから本もいっぱい書いてて、まだ全く、重版にはなってないんですけど、その先生が書いた本14冊って皆さん分かる ?14 回新しく刷ってみんな発表。図書室に置いてある、ちびまる子ちゃんのなんか英語教室みたいな、うちの教室にも置いてありますけど、本とかね、ちびまる子ちゃんと、タイアップして、英語の指導をしているっていうのは、そんな先生のお教室というか、ご自宅にお伺いしたんですけど、めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗だし、めちゃくちゃ、コンセプトがすごいみたいなね。リンゴっていう感じなので、でもすごくおしゃれで、やっぱりアメリカなのかな。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、僕とか杉田先生とか小峰先生が一緒にね、お伺いさせていただいたんですが、そんなところでね、その先生も、僕とちょっと感じが一致していて、要するに、暗いとか厳しいとか、汚いみたいな、そんなソロバン教室のイメージを変えたいっていうのが、池田先生、小峰先生。小峰先生は僕よりも、もうかなり年上って言ったら失礼なんですけど、でも心の若さっていうのは僕と多分同じぐらいなんですよね。だからやっぱり見た目もすごくお綺麗で若いっていう感じがしますし、なんていうか、とにかく心が若いっていいですね。いくつになっても、そういう心が若い人になりたいなっていうふうに、自分もちょっと思ったりね、ここ最近2、3回ぐらい会ってたりするのでね、ちょっと思った次第なんですけれども、そんな感じですね、やっぱり明るいとか綺麗とか、先生が、厳しくないとかね、厳しいか楽しいかっていうのは、以前この YouTube でもお話ししましたが、どちらかというと今は厳しさで人を持っていく時代ではないと。厳しさで人を持っていく時代ではなくなってきているということを、それは分かっておかないといけない。厳しくする方が楽です。はっきり言って。厳しくする方が楽ですし、で、昔の時代は厳しく言われたことをきちんとやれば、経済自体も伸びていたし、人口も増えていたし、それでみんなの生活が豊かになったんですけど、今はそうじゃないですよね。自分からやろうっていうのを、どちらかというと引き出すようにしないと、言われたことをただやってるだけだったら、これから AI が出る、機械が出る、自動運転が出る、全部自分の、強みが消えてしまいますから、それ自分のやりたいっていうものをしっかり、だからソロバンの中でも、わざと僕はソロバン塾の中でいろんな科目をやってるのはそういうことなんですね。ソロバン塾の中でもたまに自習みたいな時間があるんです。わざと設けてる。
ね、皆さんご存知か分かりませんけど、Google だったかな、どっかの 3M だったか忘れたんですけど、20% ルールっていうあの会社のルールがあるところありますよね。勤務時間の中でも 20% ちょっと、あ、10% だから、10% の時間は自分のなんか好きな開発とかそういうのに当てていいみたいなね。で、そんな中で、自分の好きな練習をしたりとか、自分の必要なものをね、考えて練習するとかっていうことが、やっぱり、どうしても必要になってきますから、まあ、なかなかね、こっちもイライラしながら、我慢しながら待たないといけない時期もありますけれどもね、その待つっていうことは大人もきちんと、やっていかないといけないなと思いますし、待つの話がそれましたけれども、待ちながらもそれから楽しく、それから、新しい時代に向けて、どのような時代がやってくるかということを考えながら、そろばんの塾の授業っていうのは、やっていかないと僕はいけないかなというふうに、まあ、思っているわけです。まあ、ちょっと話がそれましたけれども、結局ね、そのカフェソロっていうのを、まあ、僕が勝手に命名したんですけど、そこお母さんから LINE が来た時に、あ、なるほどなと。ね、これはでもいいアピール方法だなっていうことをすごく感じましたし、まあ、もちろんね、すっごい静かなところでバチバチやってると、例えば逆に図書館とかだとダメですよね、そろばんってね。図書館だとそろばんうまくいかないんだけど、カフェってある程度の雑音があって、それでいいんですよ。僕もカフェで勉強しますから。カフェで、ある程度の雑音があって、その中で頑張るっていうのは、結構、プラスになるそうなんですね。学習効果にも。それは茂木健一郎さんが言ってる、茂木健一郎さんの、なんかカフェ、どうのこうの音楽、あ、カフェ、茂木健一郎カフェ雑音とかで調べたら多分出てくると思います。そういう記事がね。まあ、僕が言ってることで、脳科学者が言ってることなので、まあ、その辺ね、信じてもらえるかは、これ見てる方の、意見だとは思いますけれどもね。まあ、そんなところで、まあ、あとね、この間体験に来た子が面白いことです。そのカフェでその雑音やりながらソロ版ってできるのみたいなね。っていうこともあるし、あったんですけど、ソロ版って暗算やってるとき普通に喋れますよね。喋りながら暗算って別に普通にできるんですよ。で、例えば、苦問式とか筆算でしか、計算したことがない人って、喋りながら計算って絶対できないんですね。なので、この本にも書いてありますけど、左脳と右脳って、喋りながら筆算をするっていうのはどっちも左なので、どっちも両方とも使うことはできないんですけど、左の脳っていうのは喋る。それから、計算する。その番式暗算で計算するのは右の脳なので、まあ、僕もよくフラッシュ暗算ね、やりながら喋ったり、皆さんに説明したりするんですけど、これ別に全然困ってはいないんですね。両方脳が使えているということの証明をしたいというだけで、やっぱりその右脳をしっかり鍛えるっていう意味でも、まあ、そろばんはすごく、そろばん式暗算はすごく有効ですし、まあ、喋りながらなんで計算できるのっていうね、カフェでもそうですけど、まあ、なんでも、お母さんと話しながら計算できるとかね、洗濯物、家だったら洗濯物畳みながら計算できるとかね、いろんな作業しながら、暗算ができたりとか、そしたら、まあ、時間短縮ですよね。めちゃくちゃ時間短縮になりますよね。まあ、とにかくね、そろばんをきちんとやる。そろばん式暗算はやっぱり、きちんと5年間は最低レベル。で、5年間最低、まあ、これが最低ラインですね。で、そしたらまあ少なくとも3桁かける3桁までは暗算できるようになると思うんです。ね、基本的にきちんと言われた通りやってれば、まあうちのソロバン教室であればね。で、そうでなかったとしても、あ、この間田町にちょっと行ってきたんですけど、ありましたね。石井先生かな。エブリカ、東大の、あれかな、人がやってる教室ですよね。で、そこも3桁かける3桁。で、上り方出してましたけど、まあ、まあ、コンセプトは全く一緒なんですけどね。僕も3桁かける3桁が暗算でできるようになることっていうのをいつも言ってるので、まあ、その辺がやっぱりできればね、まあ、世の中困ることもほとんどないかなとね、思いますし、その後、やっぱり好きでやれば、少なくとも中学、高校、大学でそういうふうに繋がってますからね。繋がってますっていうのは、そろばんのネットワークが繋がってるってことで、中高生だったら今、ツイッターで繋がってたりします。大学生だったら大学の手段サークルがどんどんできてます。で、昔やっぱり一生懸命やった人がまたその場に戻ってきて、そこがやっぱり自分の居心地のいい場所っていうのが、やっぱり僕にとってもそうですけど、やっぱ僕も大学時代あったらよかったなって絶対入ってましたし、絶対入ってましたね。で、そういうやっぱり小さい頃頑張ってきて、大人になってから、やっぱり小さい頃のその一生懸命やったってことは、必ず精神的な自分の支え、核になるんですね。で、今本当に低学年の子とか見てても、いっぱいいろんな習い事やってもどれも身にならないっていうのが一番最悪であって、何かどれでも、僕はだからソロバンとピアノ。これ二つです、基本的に。三つってなってくるとかなりきついんじゃないですかっていうふうに思いますね。ソロバンとピアノはある程度の、ところまでやりましたし、まあ暗算だったら一応10段持ってますし、ピアノも一応ね、ピアニストキャンプなんかは、高校生、大学生ずっと行ってたりして、年6回ぐらいね、KO ピアノソサイティっていうところで、演奏会も出てましたし、オーケストラと一緒に、なかなかオーケストラと一緒にね、共演したっていうところまで行った人はいないと思うので、まあ一応まあまあ自慢ではないですけど、一応そういうところまでやったよっていうことを、一応言ってるんだけど、でもそれって多分ね、2つか3つぐらいが多分限界だと思うんです、僕はね。だから、それ、ただなんとなくたくさんやるのではなくて、やっぱり、核となるものをしっかり、持っておいて、やっぱりそろばんが自分の中で、まあ僕はだから前もお話しした通り、人生で落ち込んだ時、かなりうつ病になった時も、まあそろばんがあったから、ね、ピアノがなんとかあったから、多分生きてこれたんですよ。まあ、もちろん川口くんってすごい
今でもね仲良くさせてもらってるあの慶応高校からの友達もすごくあのその人も支えてくれましたし、当然 お家の方がすごいうつ病の時はね支えてくださってっていうのは、まあそれもあの9年じゃない7年前の話です。8年前の話なのでね、まああの今はもう別にピンピンあの元気に生きていますけれども、はい、まああのちょっと話はそれましたけどね、カフェソロね、明るそのままやっぱ明るいイメージ、それからやっぱりあのいいイメージにしていくっていうことで、やっぱそのね一人ねあのすごくヒントをくださったあのまあ親子に感謝ということでね、この動画を喋ってみました。でもまあ僕も実はやってることは、ああ当時こんなことだったなっていうのをね思い返しながらね喋ってみましたので、ぜひ新しくそろばん教室でやる方はカフェと一緒にやってみてはどうでしょうみたいなね感じでね、シアトルの佐野先生なんかもいらっしゃいますけど、シアトルのね佐野先生はあのカフェやりながらそろばんでもやりたいなみたいな話をしていきましたが、まあシアトル行きたくなったなって感じで、はい、終わりにしたいと思います。はい、じゃあ皆さんまたね、この本もそろそろ1種類ですので、この教室持ってきたらサインぐらいはしますけどっていう感じで、でも最近サインしてないんで全然下手くそになってますけどねっていう感じですね。はい、それでは皆さん良い一日をお過ごしください。さようなら。